白川城は福島県白川市藤沢山にあった日本の城である。別名はミメ城、有機白川城。2016年に国の史跡に指定されている。同市内には日本百名城の一つ、白川小峰城が存在するため、弁別の必要から白川城とはあまり呼ばれない。白川城は中世、白川層を拠点として、 道の区国南部を支配した白川雄貴氏歴代の居城跡であり、1189年、祐樹ともみは源頼朝より白川の地を与えられた。その孫、雄貴幸弘は1289年頃にこの地に移住して白川城を居城とした。正確な築城年代は分かっていないが、白川風土期では、列風略伝等も幸弘を 白川城はとの初めと印ぬ年、白川城を本拠としていたと記している。室町時代には、欧州南部から北、関東まで勢力を拡大したが、1510年、総領の結城正友が一族の小峰氏によって追放され、小峰氏の血統による新たな白川結城氏が成立した。また、この時期に結城市の本拠も白川城から小峰城に移ったとされる。 1575年、小峰義親が宗家の義明を追放した際に本拠が移されたとも言われる。1590年の大牛沖で白川祐希氏は、海域約400年に及ぶ南欧支配は終焉を迎えた。白川祐希氏の衰退とともに白川城は廃城となった。正確な廃城年代もわかっていない。2010年から2015年にかけて、 白川市教育委員会の発掘調査が実施され、14世紀から16世紀の遺構や遺物が確認されている。2016年10月3日付で白川城跡の名称で国の史跡に指定された。ありがとうございます。